はい、ブリヂストンの和田さんに、説明していただくために来てもらいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回の新しい JGR なんですけど、はい、これ中身なんですよ。はい、割れてますね。割れてます。割りました。はい、なんかすごい、なんですかこの黄色い。そうなんです。これあのなんかネジが、はい、あのフェースをこう支えるような構造になってるんですよ、はい、これが新しい JGR の一番新しいあの一番大きな特徴になってまして、うん、はい、まあ、これサスペンションコアって私たち呼んでるんですよ。サスペンションコア、車のサスペンションをこうイメージしてもらいたくて、もう反発をちょうどいい感じにコントロールするような機能になってるんです。うん、これがあるのとないので何が一番あの違うんですかっていうと、やっぱり一番違うのはこう高所速エリアって我々が呼んでるような、うん、あの高所速で打ち出せるようなエリア、もう反発エリアって言っちゃった方が早いんですけど、うん、それがすごく広がるっていうのがこれのありなし。そうなんですよ。これがあるだけで。そうなんです。これが高所速エリア反発エリアで大丈夫です。反発エリアが広がる、うん、そうですね、一番の メリットになってます。はい、あとは何か変わったところで言うと、例えばこのフェースのミーリングですね。これフェースのミーリングって細かくこうミーリングが入ってるんですよ、はい、でこれ、あるのとないので、やっぱりこうインパクトの時にフェースの滑りを抑える効果があるので、うん、スピンを下げるんですね。で低スピン効果があるんですけども、このフェース面の粗さってルールで制限されてるんですけども、はい、それをルールギリギリまで粗くしてるっていうのが一つポイントになってます。今までもこのフェースのミーリング入れてるんですけども、今まで以上に、まあ、製造精度が上がったというふうに思っていただきたいんですけども、より今まで以上にこうフェース面を粗くすることができて、はい、まあ、それによって低スピン、でも低スピンになればなるほど、まあ、普通のアマチュアゴルファーだとやっぱり飛ぶんですね。なので、まあ、しっかり飛びますよっていうようなあの効果が一つありますね。なるほど。あとはですね、我々こうボディをたわませて飛ばすっていうような、まあ、ボールの変形を抑えて、うん、ボディをたわませて高所速で打ち出しますよっていうような考え方で、こう今までブーストパワーテクノロジーってやってきたんですけども、よりこのソールからフェースの下を突き当ててネジで強固にすることで、ここの部分をたわませずにクラウンとフェースをたわませられるっていうようなメリットもあるので、飛距離性能自体もアップしてるっていうふうに思っていただけたらと思います。はい、まあ、いっぱい詰まってます。いっぱい詰まってますね。ありがとうございます。なんだか難しいんですけど、ですよね、まあ、飛ぶっていうのと、うん、あとスピンが減って、まあ、あと曲がりにくくもなるんですかね。そうですね、スピンが減ることによって、はい、ご説明ありがとうございます。はい、いやー、空洞やったって知らなかった。ちょっと、そう綺麗中に詰まってると思ってました。なるほどね。え、これほんまにこんな空洞なんですか？あ、ほんまにこんな空洞です。他のやつもそうですもんね。そうですね、昔もやっぱりパーシモンとか木の比べになるとなんか詰まってたんですけども、最近はどん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 ヘッドを大きくするために中をこう空洞にしてますね。はいはい、初めて知りました。かわいい、かわいい。もうこれで飛ばすってすごいですよね。いや、すごいですよ。空洞だし、うん、こんな軽いし、それであんな飛ぶんだって感じ。びっくりした。フェースがこんな薄いっていうことも分かんなかったです。いや、分かんなかったです。だから割れそうですよね、踏んだりとかしたら。割れてましたもんね。はいはい、いや、それは割れるわって感じです、うん、こんな薄いから、はい、しっかりとます。バインディちょっともうラフが深いんで、怒られるね。そうそう。さすがです。さすがですね。さすがです。ありがとうございます。アイアンどんな感じですか？いや、アイアンすごい
ロングアイアンになればなるほど打ちやすい。おお、はい、それはすごいですね。すごいな、それは。やっぱロングアイアンってだんだん薄くなってきて、うん、ミート率も悪くなってくるんで、これは結構ミート率が悪くてもしっかり前に飛んでくれるんで、ミスが減りますね。おお、はい、ありがとうございます。いや、なんかあんまりプロってこういう飛び系のアイアンって、うんうん、持たれる方機会すごい少ないかなと思ってて、はい、でもなんかそういう風に言ってもらえてすごい嬉しいなと思って、うん、はい、ミス少ないのは ね、 ね、 いいですね。嬉しいですよ、普通に回っててやっぱり、うん、そうですね。普通やったらもうちょっとずれただけでも10ヤードとか20ヤード落ちるんですけど、ロングアイアンってこれは全然落ちないですね、うん、だから比較的ナイスショットとミスショットの距離が結構狭いっていうのはすごいいいと思います。まあまあ、うん、行き過ぎます。おお、惜しい。ナイスです。ありがとうございます。西畑プロに聞きたいんですけど、はい、普段、はい、ドライバーってどんな風に選んでるんですか？うん、そうですね、まずは構えた時に、うん、ちょっとでも違和感があったら、うん、このヘッドの構造とか、うん、まあ、好き嫌いってすごいあるんで、うん、それぞれ、はい、それでまあ構えた時のまあ感覚と、はい、うんうん、私はすごい飛ぶ方の選手じゃないんで、うんうん、方向性がすごい大事になってくるんで、やっぱミスした時に、うん、私だと左に曲がんないクラブっていうのを選びます、うん、はい、じゃあどっちかストレートからフェードで出てくる、ね、出てくようなクラブを選んで、はいはい、で飛距離を伸ばすっていうよりかは、そうですね、フェアウェイキープ率をが高くなるようなクラブを選んでます。今はレジストンの、はい、XD3 っていうヘッドを使ってるんですけど、ガチメンズのガチメンズ、はい、ガチメンズのやつだ、青色のやつを。シャフトはどれぐらいの固めなんですか？はい、ね、基本的には S です。 S、はい、おお、 S ですね。 5S です。はい、 5S 結構振りますしね。そうなんですよ ね、 なんか、うわっうわって感じしますもん、見てて。結構なんかマンブリします、うん、マンブリしますよね。、はい、そんな感じにシャドプロはクラブを選んでるみたいです。あ、本当ですか？15度、はい、いや見えないって感じですかね、ペース立ってるみたいとね。見た目はちょっと、あ、上がらんかなと思ったけど、うん、全然見た目と違って球は上がりますね、うん、多分結構前に転がると思います。うん、はい、ランが出る、うん、結構高く上がりますね。うん、音がすごい良かったです今。良、うん、かったですね。良かったですよね。うん、パーンって。あ、気持ちいいですね。やっぱ打ってて。
だいぶ当たってます。ナイスです。よいしょ。はい、イエイ。3番カレー。なんか初速みたいなの早い感じがします。ポンって結構フェースが薄くなってて、うん、そうですね、反発すごい高くなってるんで、やっぱりそのボールの初速も早いですよね。感じられるかなと思いますね、うん、すごい。どこまで行くの。結構飛んだんだ。本当に。西田さん、さっきのドライバー結構飛んだように見えたんですけど、はい、どうでした。めっちゃ飛びました。めっちゃ飛んだ。多分250ぐらい飛んだと思うんですけど、良、うん、かったです。結構球も上がって、しっかり上がってこうよじれることなく結構ストレートに来たんで良かったです、うん、ね、ラフリーにくいラフリーです。そうです。ちょっとバランスがついてるんで、うん、ボールが上がりやすくなってます。すごいね。まさにね、ダフらない感じというか抜けがすごいいいんで、滑らせて打てばほとんどミス出ないと。結構こういう深いラフとかでも、うん、滑らせて、まあ、しっかり抜けてくれると思う、ね、うん、抜けました、うん、すごい打ちやすいですね。やっぱね、ダフってこのグリーン周りミスしちゃってスコアが出ないとか多いと思うので、まあ、こういうバウンスの効いてるアプローチはすごいいいなと思います。あとヘッドがね大きいんで安心感もあります、はい、はい、ピッチングで、はい、うまい。反対に曲がりました距離きたし、はい、なんか思ったよりスピンが結構効きますねそのアイアン、うん、結構分厚いからこうアプローチとかで使った時に弾くかなと思ったんですけど、しっかり止まりました。はい、パーですか。バーディーです。バーディーのバーディー、ありがとうございます。アイアンの分解像を見せていただいて、ちょっと説明してもらえればなと。まあ、このアイアン、中身すごい機能が詰まってるんですよ。開けますね。お願いします。